私は世の中には他人の個性に耐えられない人がいるということを知っています。私は世の中にはみんなと違う人を許すことができない人がいるということを知っています。私はどれだけ自分の特性が攻撃されても、そこを自分の魅力として捉えます。私はどれだけみんなと違う自分をダメだと言われても、そこが自分のいいところだと考えます。私はみんなと違う自分を大切にします。私は個性を大事にすることで、より魅力的な人間になります。私はどれだけ他人から個性が否定されても、自分だけは自分の個性を肯定します。私は多数派に合わせて生きづらさを感じる必要はないということを知っています。私は平均的な人間になることではなく、自分らしく生きることを選びます。私はみんなと違う自分を愛すことで、より自分を輝かせていきます。